ラスティ・アレン・ライアルは、アメリカ合衆国オクラホマ州出身の、元プロ野球選手。1991年から1992年まで、中日ドラゴンズに所属していたマーク・ライアルを父に持つ。2005年の MLB ドラフト14巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスに入団。2009年シーズンは 3A で打率。290、17本塁打、70打点を記録し、 8月10日にメジャーデビューを果たした。同年8月15日、ドジャース戦で黒田博樹に対し東部へ打球を当て、その際黒田が生命の危機に瀕したが一命を取り留めた。その後、黒田は一回殺されかけてるからねと冗談を言いつつ、いいバッターだと思いますよと、古巣広島への警戒を進めた。また、当時ライアルは黒田に対し、あなたに怪我をさせてまで、 メジャーにしがみついていたくないと手紙を送り、黒田は僕が引退したとき、彼に当てられたと胸を張れる選手になってほしいと、返したという。2010年はメジャーで104試合に出場し、打率261、3本塁打、11打点の成績を残し、12月23日に、読売ジャイアンツと契約した。2011年は、開幕から、 主に階段順で三塁手としてスタメン起用されたが、講師ともに結果を残せず五月十三日に登録抹消され、六月中旬には再登録されたが、下旬に再び登録抹消。八月下旬に小笠原道宏の故障により再登録されたが、九月三日のヤクルト戦では代打で見逃し三振に倒れた後、試合終了前にロッカールームに無断で引き上げたとして、 球団から罰金を課されたこの試合以降一軍出場はなく、10月1日には、球団がライアルとの今シーズンの契約を解除したことを発表。この区団の他にも使った場所を自分で整備しない、マウンドへの集合があってもそれを怠るなど、そこを面ではかねてよりチームメイトから不満の声が上がっていた。33試合の出場で打率、198、0本類だ。 4打点、オプス、478という成績だった。この年の巨人は彼を含め、セスグライシンガー、カルロス・トーレス、シーズン途中に獲得した、ジョシフィールズ、東日本大震災の影響でシーズン前に帰国して、制限選手となりそのまま解雇された、ブライアン・バニスターといった、外国人選手が結果を残せず、優勝を逃した、原因の一つに挙げられた。 11月16日には、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2012年、トリプル A 級リノでは64試合の出場で打率。241、4本類打、オプス、634の成績を喫して7月25日に解雇され、27日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶ。トリプル A 級グーイネットでは十八試合の出場で、 ダリズ、287、日本類が、オプス、759の成績を残した。2013年1月2日にロサンゼルス・ドジャースと、マイナー契約を結ぶ。9月1日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ、トレードで移籍するが11月5日に自由契約。2014年は、アトランティックリーグのシュガーランド・スキーターズに所属。6月4日、 フィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結ぶ後、7月17日に放出された。ありがとうございます。